354ヤードの打ち下ろしだから気持ちはワンオン、うん、あースライスしてやばいぞこれは。うまいね。入った、うん、あ入ったじゃなくて何 OB の方行った。もう完全にスライスしてホールの方行った、うん、いや俺落ちるとこ見えへんかった。むっちゃくちゃ高く上がった、うん、え逃げたな。離れ右行ったね。うんカート道ね。ああこれもこれ出てこんやつ、ね、うんこれは残念だけど落としにかったね。うんなんかペコっちったもん当たりが当たりが悪かったね。悪かった。それなんかめちゃくちゃ高い球になる。あれはいかんわ、うん、もう木はるかこういったもんね。うん閉めてかな当たらんかな。木なでも出とらん。いや木に当たってないね。音がしんかった、ね、木すら越えてった。聞こえんかっただけで、うん、あれなんかあるやんこれ、うん、あれ何これ、え誰の隣のあるかもしれない。ピンまで250ヤードです。キャロウェイ、うん、置いとくか誰かかもしれんで、全然違う。俺は違うわな、うん、これやったらえらいこと、うん、欲しいやつ、うん、なんか大きいな。うわ行くな。早いか、うん、思ったより早い。すごい長いボギーパットを残してる。本当やね。俺もすごい長いあのボギーパットだった。あれあ違う違う、ダボパット。あダボパットか、うん。しょうがない、70台目指すとしょうがない、うん、あれぐらいでいかなか、うん、それはいかん、それはいかん。いや、それはいかん。トリだね。それはいかん。いかんね。トリ？みんなトリだと一緒やん、うん、一緒。あれ、なんでそんなにやったの？フォーン3パット。え、フォーン？え？なんで2打目は何やったの。2打目木に当たって下に落ちたの。あ、そうなんや、うん、木に当たってそんなとこにあったの。そうピッチングです。いい感じ、まっすぐ行ったけど、うん、どうなんあと距離、あ、でかい。あ、そう。そうだよね。120ぐらいだで。
120打っちゃうとでかかったの。うん。そんなにいい当たりすると思うか。どっかでヘロヘロと当たるんでいいやと。あ、なんかちょっと右に。右戻ってこんな。あ、でもさ、うん、次のとこ狙う2打目を狙うのがベスト。どうや。どうよ。キュリ。どうなんだろう。パター下りのパターが行ってみるとわからん。意外と遊園地とかのパー取っちゃったりする可能性ありえる。プロだったらほぼ取れる、うん、これならやっぱりここから来ると、うん、プロならね。下からはじゃあ俺の位置はあれプロでもパーかプロでもパーだな。じゃあ俺プロに並ぶな。俺プロに並ぶな。あ、もうちょっと行ってほしかった。あー全然そしてっていう強いまあよくあるやつ。この返し決めは僕ですね。でもまっすぐってことは分かったね。うん、そうそうそう。一緒やん結局。今の外しとったら最悪だよね。これを入れてボギーにしたい。ああ読みすぎた。ママちゃん。うん、ナイスパー。行った通りだったね。うん、まあ全然これ下ってないもんな。これ下ってるのはピン過ぎてからだね。ね、だからさ、最初にあそこまでオーバーしても結局入っとるもんね。うん、もっと強くて。なんか狙った。ちょっと向いてます。ちゃんとしよう。うん、ちゃんとしなかった。これ辛いね。ちょっと俺のが辛くなっちゃった。ね、大丈夫やね。普通に超えてた。俺もっとこっち狙うかなと思った。うん、狙ったよ。あ、ね、でも戻ってこんかったっけ。狙ったけど右へ出た上に戻ってこんかった。まあ遠回りしちゃったけど。まあだけど。まあさっきの帯と比べる。うん。あっちの方行ったらカートから近いわけだね。
うん、コースタリナイス。これいいじゃん、一番いいとこじゃない。おう、いい感じ、いい感じ。かうん、よかった。さっき結果を今日1位って言ったと、でも今日1位って言ったボールの場所見たらユージより飛んでねえもん、あれと思って。いや、俺もいい当たりだった。今の今日1でもいいぐらいだね。今日1で俺の8割ぐらいって一緒ぐらいじゃない、大体。そういうもんだよね、俺の8割が、俺の8割が大体。止まるか、オッケー、止まったか、皆さん。これだね。やっぱりだって下って見えるもん、うん、ここで打つ、そういうこと。こっからはちょっとっ、ね、こっからは違うんだね。こっからは下ってるんだ、ほら、そうか、こっからもう一回こっちから見なかんかった今、全然違うわ。こっから下ってる。警戒しすぎる、うん、まあだけどラインが違うところでね、どっちみちダメだろ、まあね、うん、今度は上りやで、また7地獄か。あ、違うか、3の3パターン違う。俺これ入れれば6やね、うん、ちょっと6にしたいね。俺も6やったら全然今リーチかかってる、うん、3の3パターン。6、今頭の中で8でもいいかってマイナス思考か、うん、はい、何ナイスパー、ここのパー大きいね。